こんにちは、チョメです。ネッコアラで最強アシレーヌを倒しました。ネッコアラは絶対に眠りません。こちらはネタ動画になっております。攻略や対策ポケモンではないのでご注意ください。ではネッコアラを入手したところからやっていきます。こちらに生息しているのでチャンプルタウン西などに空を飛ぶ、近くにネッコアラがいたのでクイックボールなどを投げて入手しました。99番アイアンヘッド技マシンを作って覚えさせました。もう一つ剣の舞も覚えさせました。他はコライルもちょっと覚えたんですけど今回は使えませんでした。で、経験飴などでレベルを100にして、努力値に関してはキトさんとマックスアップを使いました。まあ残りはまあ攻撃とかに振っております。一応アイアンヘッドポイントアップでね PP も増やしておきました。身長ミントで特防を上げてみました。フリッチタウンに行って銀の王冠を使ってすごい特訓をしました。こちらは特殊以外に全て使いました。次チャンプルタウン東に行きます。ここでテラスタルのタイプを鋼に変えました。これテラピース鋼が必要でございます。で鋼タイプにしてこれでちょっとね戦ってみようと思いました。完成したネッコアラがこちらになります。持ち物は貝殻の鈴を持たしております。 HP と特防に努力値は振って、特性は絶対眠り、眠ったまま攻撃ができます。使える技はアイアンヘッドと剣の舞は必須です。貝殻の鈴は発光シティのデリバードポーチのお店で購入ができます。場所はここですね。それでは向かっていきます。ポケポータルから更新することによって最強アシレーヌが出てきます。2024年5月の10日9時以降ですね。最初に申した通りこの動画はネタ動画になっております。ネッコアラの絶対眠りをちょっと使ってみたくて、いろいろ構成を考えて戦ってやっと勝った感じです。何度も負けました。ちなみにこれ勝率はかなり悪いです。運が良くないと勝てないので皆さん真似しない方がいいです。最初にそれを言っておきます。わざわざ作る必要はございません。まあ他の方がね攻略動画は出してると思いますので、私はちょっとネタ路線でやってみようと思って、でまずはネッコアラに関してはずっと打ちます。アイアンヘッドもう一回やられるのを前提でやっております。で今回条件があります。味方にハラバリーがいることです。でハラバリーがいてうまく光の壁を張ってくれる、でこっちも体力がうまい感じに回復する、まあ、最初はハラバリーがいなくても全然大丈夫なんですよ。でテラスオーブが切られるので、まあ、4回アイアンヘッドは打てると思います。ハラバリーとかがいなくても。でこの後やられますね。でこのやられた時にアンコールちょうど来るんですよね。だから途中までは味方がどんなポケモンでもできます。途中ムーンフォースからの波乗りっていうのが来るんですよ、追加の技が。そこがどうしても耐えれなくて耐えれなくて、で味方のステータス変化とかで、ここでアンコールが来ますね。だからちょうどいいんですよね、一回ここでやられるのは。だからもしこのネッコアラでやる人はわかると思いますけど、4回打った後もだいたいこんな感じです。でミントもちゃんと特防に振ってるので4回は技打ててると思います。でテラスタルのやつで1回吸収されてる。で夢うつつ状態なので歌うは使ってこない。でここでテラスタルをします。で剣の舞をこれ3回詰めますんで、で1回急所に当たってやられた時がありました。ただそれ以外は耐えてたのでね大丈夫です。鋼テラスタルになっておりますね。でこの途中でもう腹張りの光の壁とかネッコアラ、私自身の HP の量とかがかなりね重要になってくると思います。腹張りがいなくても運よく勝てるといえば勝てるかもしれませんけどね、私はこれが初めて勝てたんですよね。だいたい4回目か5回目だったと思いますね。で歌方のアリアとか使ってきますね。これ多分ハラバリーの光の壁とかでかなり軽減されてる
と思いますね。それか他のポケモンが得を下げてくれてるか。あまりなんか食らってないんですよね。結構食らってるイメージだったんですけど、わ結構食らうな。で3回打って攻撃をマックスにしたらやっとアイアンヘッドを打ってきます。これアイアンヘッドを打って相手が歌方のアリアで攻撃してくるやつ、ダメージがちょうど同じぐらいなんでね、こっちがねいっぱい回復するってことがないんですよね。かといって HP じゃなくて攻撃に努力値を振っちゃうと最初落ちちゃうんですよね、3回ぐらいで。だからどれがいいのかなって、バランス的にもっと努力値とか変えたりとかしたりとかしたらもっとうまくいくかもしれませんね。こっちの回復量が増えるんでね。だから HP じゃなくて攻撃に振ってみたらまたちょっと変わったネコアラが見れるかもしれません。もう特防は必須なんですよね。でこの辺りまでは多分誰でもいけます。こっからが運ゲーなんですよ。やった私ネコアラで勝った動画を出せるぞと思ったんですけどね。でこうやっていろいろ試行錯誤してやるの本当に楽しいですよ。なんか歌を使ってきたから、あ眠らないポケモン何がいるのかな、あスイートベール使える魔法イップとか使おうかなとか、なんかいろいろ考えるとね楽しかったですね。でネッコアラって普段活躍しながら、じゃあ今回この子でやってみようと思ってちょっとこの子をね使ってみた感じですね。技見たら鋼のねアイアンヘッド覚えてたんでね。でここですよ、問題はこの後が問題なんですよ。だからコライル入れてみたのもそれなんですよね。ここでちょっとこの手前でなんかうまい感じに HP 調整してコライルを使って耐える方法もいいかなと思って、歌方のアリアをした後に追加効果で波乗りしてくるんですよ。これ確定なんですよ。これで何回も落ちました私、 HP がすごく少ない時は。だからうまい感じネッコアラの HP が結構あったら、まあうまい感じにこう寄せるみたいな感じですよ。でこの後も1回だけ2回攻撃してきたんですよね。だから本当にねネッコアラの場合は運ゲーになりますね。わざわざね作るね必要はないのですが、私はもうちょっとネッコアラで倒した動画をねちょっと作りたいと思って、私これでいけるだと思ったんですよ、ネッコアラで攻略できると。いや思った以上に苦戦して、まあ、せっかく作ったのでね、まあ、こんな感じにネタ動画として公開してる感じですね。まあ、今回もいろんなポケモンで勝てるんじゃないでしょうかね。こんな感じに2回攻撃してくる。これ耐えないといけない。HP が少なかったらもうここで落ちてますね。まあ、特攻が下がるのは関係ないですけどね。だから何回も運が重なった感じですね。この後麻痺になるのもいいですよね、バリアが解けた後。もうあとはもうひたすら、まあ、急所に当たらないのを祈るみたいな感じでやっておりますね。まあ皆さんはどんなポケモンで勝ちましたでしょうか。サーフゴーとかもなんか良さそうですけどね、多分眠りとかも効かないと思うんでね。もうここまで来たらさすがにね勝てると思います。では最後に負けた時の動画をちょっと載せてると思いますね。あと少しか。最近ハラバリーちゃん光の壁使うようになってくれましたよね。最初の頃はあまり使ってくるイメージはなかったんですけどね。で今は光の壁がかかってるかどうかっていうのも見せれたらよかったんですけどね、ちょっともう倒すのに必死でね、このような感じになっております。まあ、ネッコアラでも無事に勝てました。正直ね、1時間以上かかりましたね。いろいろ試行錯誤して、いろんなポケモン使ったんですよね。ハラバリーでは勝てなかった。とか。で、アンコールをどうするかとか。途中アンコール来るんですよね。それは一回やられてから、アンコールキャンセルみたいな感じでやって。でもまあ、いろいろ考えて、試行錯誤して、できたのでね、楽しかったですね。よし、みんなはどんなポケモンで勝ってるのか、ちょっと検索して調べてみますか。もうあっという間に倒してるんでしょうね、皆さんはね。あ、シレーヌの報酬はまあこんな感じでしたね。私はこちらでした。最強アシレーヌ
こちらになっております。使える技ムーンフォース、歌方のアリア、歌うサイコキネシスでした。2024年5月の10日9時以降に最強アシュレーヌが出てきております。こちらちょっと運もね必要だと思うので、ちょっとネタ枠として投稿させていただきます。私ネコアラを選んだのはこれですね。絶対眠り、夢うつつ状態だから眠った状態でも攻撃ができる最強アシレーヌ。初手歌を使ってくるんですよね。で眠り状態になってしまう、どうすればいいのか。これ急所に当たった、これ運が悪いなこれもうちょっと終わったかもしれない。急所に当たったらもう一回逃げるでやり直した方がいいかもしれませんね。これアイアンヘッドを初手3回4回当てないとダメなんですよ。当てれるかな、なんか無理そうですね。だからもし急所とかに当たったらちょっとキャンセルですね。テラスタルのオーブもう多分奪われちゃうんでね。次残ればいいんだけど、残るかな、残らない。急所は運があれ、あ、でもここでテラスタルのオーブが奪われてるってことはいいのかな。アンコールがうまい感じに出てくるんですよね、やられた後。逆に良かったのかなこれは。だからテラスタルのやつ削れてないから、本来はこれ4回打ったら1回やられるみたいな感じになってるんですよ。これも続けましょうか。これでテラスタルできるようになったら剣の舞ですね。だから私はちょっと急所で落ちちゃったんですけど、急所で落ちなかったらアイアンヘッドは4回打ちます。で1回今みたいなテラスタルのオーブは奪われております。で大体4回打ったらやられますんで、アシレーヌに今みたいな感じで。でアンコールリセットみたいな感じになっておりますね、今のやつで。やられてる時にアンコールされるんでね、アンコールこっちは受けないみたいな感じですね。でこの剣の前は3回打ちます。3回打たないとダメです。でこっからちょっとね HP 運ゲーになるんですよね。途中ウとアの間になったら波乗りが追加で攻撃来るんですよね。だからその波乗りも耐えないといけない。で味方に腹張りとかいるとすごく楽なんですよね。でこれで攻撃6上がってますんでね、二方のアリアが結構食らうんですよね。こちらはまだムーンホースの方がいいですね。でアイアンヘッドからはもうあと基本はアイアンヘッドね連打になるんですけどね、貝殻の鈴持たせておるんですけど、二方のアリアと貝殻の鈴の回復量がね同じぐらいなんでね、私今 HP の方に努力値振ってるんですが、もしかしたら攻撃の方にね振っても良かったかもしれませんね。3回やられてもこんな感じにうまい感じにできるんだったら。だからちょっと攻撃と特防に努力値振って試してみるともっと楽かもしれませんね。結構ね試行錯誤していろいろ作ってみたんですよね。相手が歌を使ってくるからスイートベールの魔法イップとかも使ってみようかなとか。でもネッコアラもう眠った状態で攻撃ができる、しかも鋼タイプのアイアンヘッドが使える。で普段活躍しないじゃないですかこのネッコアラちゃん、だからちょうどいい機会だからネッコアラちゃん使ってみようかなと思って、ちょっと試行錯誤してやったら勝てたみたいな感じですね。もうこの通りにやってたらね大丈夫だと思いますよ。最初アイアンヘッド、負けるまでアイアンヘッドですね。で負けた後はテラスタル、まあ、4回打ってる、私の場合は今回3回でテラスタルのオーブが奪われないみたいな感じだったんで、でこの辺で2回攻撃やってますんでね、ここの HP の減りが重要なんですが、あと急所に当たらないのはお祈りです。まだこれアイアンヘッドで大丈夫ですね。もう一回かな、波乗りが追加効果で来るんですよ。
で、歌方のアリアが来たと後に波乗りですね、この後。で、これでまあそこそこ食らうんですけど、今回 HP がめちゃめちゃあったんでね、良かったですね。一応こらえるとかも入れてみましたけど、で、あともう一回二回攻撃が来た時がありましたね。まあ皆様もこのネッコアラちゃん試してみてはいかがでしょうか。あまりおすすめはしませんけど、今回はちょっと運が良い方。あ、こんな感じです。2回攻撃が来るんですよね、この後も。いっか、これも耐えないといけない。なんか味方がいろいろ下げてくれたんですかね。で、連打してたらもう勝てるみたいな感じです。今回はね、ネッコアラちゃん使ってみました。結構勝率いいな。でもなんだかんだ最初ですね、テラスタルする前か、あそこに急所でやられた時とかですね、まあ、5回に1回は必ずっていうか、まあ勝てると思いますね。こちら腹張りがいた時はめっちゃ楽だったんだけど、この辺ものが2回攻撃とかしてるのか。ちなみにリピート報酬になりますね、こちら。アシレーヌ、私2回目なんですよ、これ倒すのも。本当に倒せるのかと検証してる感じですね。こちらに、お、秘伝スパイスも落とすんですね。